ソソチン・アキラ、ソン・ジンヒョン、ハングル、ラテン本ジ,ジンヒョン、1987年8月13日体は、韓国出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2003年に FC ソウルに入団、2007年度までの4年間在籍した。この間の2006年に U-19 韓国代表に選出されて、日本、 静岡県で開催された SBS カップに出場、8月12日に行われた U-19 日本代表との試合に出場した。2008年にオーストラリアへ渡り、A リーグ所属の入滑するユナイテッドジェッツ FC と契約を結んだ。2007から2008シーズンはリーグ優勝こそのがしたが、プレーオフを制して優勝を経験。 2010年までの間に49試合に出場して5得点を挙げた。2010年にトゥール FC に加入、背番号10を与えられた。リーグでのデビュー戦となった8月6日の開幕戦にスタメン出場しデビュー戦でゴールを決め勝利に貢献した。2012年のザンビア代表戦に金ンマストモと交代で出場し、A 代表デビューを果たした。2020年限りで、 FC ソウルを退団後は無所属の状態が続いていたが2021年9月8日に現役引退を表明。ありがとうございます。